横山勤風、横山勤風放映元年5月9日は、加賀藩年寄り、輝か横三家第六代当主。父は、加賀藩があろう、横山忠治。母は、岡山藩があろう、日置忠春の幼女。兄は、横山玄倉。性質は、横山定治の娘。子は、奥村幸室、富高田方宗室、横山隆志林室。養子は、 横山高柴林、氏。官位は、十五位下、山城守。陽名は、県八郎。署名は、定時、別名、衛世。通称は、左衛門の。万寿元年、横山中治の三男として、金沢に生まれる。漢文二年、五歳で、江戸に下校し、幕府の承認を務める。漢文五年、大名の家臣に対する承認制度の廃止により、帰国する。 遠方5年、戦国の治療を与えられ分家する。遠方7年、父、忠児の死後戦国の分治を受ける。さらに500国を加増され、治療2500国。天羅元年、兄元尉の末期を子として、家徳を相続、治療3万2500国となる。元禄6年、加賀半年寄りとなる。元禄12年、藩主、前立名乗の娘伏姫と広島藩主。 朝の吉長との婚礼の際に、御し渡し役を務める。元禄十五年四月二十五日、前田忠健と共に除任され、十五位した山城守に任官する。これ以降、加賀藩では四名が、売信ながら、助釈を受けられ、四大部が条例となった。同年、将軍、徳川綱吉の加賀藩邸を制の際、拝越したちと馬を献上して、 黄金をたまものみされる。宝永元年、暴走にかかり、5月9日金沢にボス。去年47、墓所は、石川県金沢市の大山墓地。家督は、末期婿用紙として木林が相続した。輝か、殿様たちの末栄藩主支えた絆球団尺家の、誇りは、今も、月刊北国アクタス2014年8月号、陪信助尺は、 徳川ご参加と、加賀前えにのみ許されていた。ありがとうございます。